アンダマン諸島はインド東部のベンガル湾に浮かぶインド、ミャンマーに属する島々。南の方にあるニコバル諸島と共にインドの連邦直轄地域アンダマンニコバル諸島をなしている。また数島はミャンマーに属す。北緯10度30分から13度30分にわたって大小302の島々が連なる。さらに南には19の島々からなる。 ニコバル諸島がある。面積は6,340平方キロメートルで、人口は343,125人、中心地はポートブレアである。住民の多くが南アンダマン島、中アンダマン島、北アンダマン島の3島に集中し、残りの小アンダマン島など276余りの島々はほぼ無人である。いずれの島ともほぼ底閉で。 最高点は738メートルに過ぎない。2月から4月にかけては、雨がやや少ないが年中、高温タウルーである。南アンダマン島にある、中心都市のポートブレアでは最も寒い月でも23.7度、ある。2004年のスマトラ島沖地震では、震源が近いこともあり、津波も含めて被害が大きく、住民の生活が破壊され、大きな地形の変化が見られた。 特筆する産業は、ほとんどなく、熱帯モンスーン下におけるジャングルが最大の主源である。アンダマン工期をはじめとする木材、コプラ、ココナッツ、ゴムなどの林産物が貴重な輸出品である。近年は南材を用いたマッチの製造工業が盛んになってきている。島の面積のわずか4%が高地化されているに、杉津、米、トウモロコシ、豆、 キビ類が栽培されているものの、食料を穀物は自給できず輸入に頼っており、チェン内及びコルカタがインド大陸への窓口となっている。最近は観光産業にも力を入れている。1754年11月、デンマークノルウェーの当局者の会議がトランケバルで開催された。アンダマンニコバル諸島を植民地化し、胡椒、シナモン、砂糖キビ、コーヒー、 面ンを植えることが決定された。1755年12月、デンマークノルウェイの入植者がアンダマン諸島に到着。しかし、植民地ではマラリアが発生するため、1848年に定住地が永久に放棄されるまで何度も挫折が繰り返された。この散発的な占領は、 オーストリアやイギリスなどの他の植民地勢力の島々への進出につながった1777年にアンダマンリコバル諸島は他のインド植民地とともに直居会社から政府に引き渡されデンマークノルウェーの直轄植民地になった17から18世紀にかけてヨーロッパの勢力特にイギリスがアンダマン諸島を訪れるようになった1789年 アンダマン・ニコバル諸島のうちアンダマン諸島がイギリス植民地となった。英海軍のコールブルックとアーチバルド・ブレアがアンダマン諸島に居留地を建設できないか調査を行った。1857年にインド大反乱が起きるとイギリスはアンダマン諸島を反乱に加わった政治犯の流刑地に選んだ。翌1858年5月に最初の流刑者200人が ポートブレアに上陸し、3ヶ月経たないうちに、流刑者数は773人に増えた。イギリスは、1896年から十数年かけて、今も建物の残る、大監獄、セルラー刑務所を建設した。またポートブレア沖合のロス島に、教会、病院、郵便局等の施設を建設し、支配拠点を築いた。1857年以後、 アンダーマン諸島はイギリスに対して反乱を起こした政治犯の流刑地となり、インドやビルマから多くの流刑者がこの地に送られたことにより、人口が増加した。後にビルマ人、インド人の移民が加わり、原住民との混血を繰り返し、現在の住民構成となった。人口は34万3125人。住民の多くは第一次産業に従事している。 現在では住民の大半がインド人移民であり、アンダマン諸島戦住民は外部との接触による薬病等で激減、または絶滅した。彼らは系統不明のアンダマン諸号を話す。ありがとうございます。